9月12日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、ドル高から円安に。2、ドルで見ると日本株は上がっていない。3、日銀の追加緩和はあるか。こんな感じです。はい、日本株好調に高値を維持しているんですけれども、これですね、なんか見てるところ、これまでずっとドル高だったのが、ちょっと、円安になってきたなというふうに思ってます。で、これね、ドル高円安なんて言うんで、一緒くたにすることあるんですけれども、ドルベースで見ると明らかにいろんな通貨下がってますので、間違いなくドル高は続いてるんですよ。ところが、こっち円も同じで、円もここのところ、円に対していろんな通貨強くなってきてて、例えば、ニュージードルとかですね。いい勝負してたのがちょっと円に対して強くなった。で、特にあれですよね。ユーロが、ここのところずっと円に対して弱かったんですけれども、ネロ金、追加利下げをしたので、こう、ぴょこっと今上がってるんですね。で、これは、もう、これの意味するところは、ヨーロッパの追加緩和期待が出尽くして、まあ、結構サプライズだったんですけども、それが出尽くして次は日本だよということで、円が売られたということですね。これまでユーロをショートしてた人、ユーロショートドルロングだったのが、円ショートドルロングに切り替えて、可能性は非常に高いというふうに思っています。で、株価に関して言えばちょっと頭打ち気配なんですけれども、日本株に関しては結構、好調に上がっているところがあってですね。じりじりと続伸してますよね。で、ところが、これって結構マジックなところがあって、ドルベースで見ると日本株ってほとんど上がってなくて、むしろ下がってるぐらいなんですよ。これですね。現地通貨ベースでは日本株ちょっと隠れて見えないですけど、これ上がってます。ただ、ドルベースで見るとほとんど足踏みをしてて、例えば 1% 円が安くなる間に、日本株は 1% 高くなる。その結果どうなるかというと、ドルベースはじりじりむしろ下がってるというふうになります。でもこれすごく大事なことで、通貨価値を下げることで資産価値を上げる。これによってこうデフレを脱却するという意味で、すごく大事なことではあるんですね。ただ、だったら、アメリカ株でいいじゃないと、ドル高でも取れるし、株高でも取れるんだから、というふうに思うのが、我々の考えですね。これはもうずっと前から言ってまして、ボラティリティの低さ、地政学リスクの低さ、で、配当の高さ、リスクリターンを全部合わせると、アメリカ株が一番いいよっていうのはもうずっと言っていた話です。で、じゃあ、日銀の追加緩和あるかっていうのは、あるとしても来年ですよね。年内は消費税があるんで、よっぽどなんか新興国がクラッシュしましたとか、エボラで大混乱になっちゃいましたみたいなことにならない限り、年内の追加緩和っていうのは多分ないと思います。ぐじぐじ株が下がるようぐらいではなくて、本当に大暴落みたいな感じになったらあるけれども、簡単にこのカードは切らないんですよね。でももう消費税上げることは、多分安倍さんギリギリまで考えると思うんですけど、もう決まってると思います。なので、日銀は先にカードを切るわけにもいかなくて、下げるぞと牽制して、円を安く持っていく。そして、通貨を、株を高く維持するという作戦だと思います。なので、こうやってじらすんで、1ドル120円とか130円ありは十分あると思ってるんです。これ前から言ってるんですけれども、いろんな人が、もうこれ以上の円安はなんちゃらって言いますけれども、そんなことないですから、国民生活は、そうですね、円安が進むと給料が上がらないと困るんですけれども、その分、会社に、利益は溜まっていきます。で、仕事も増えてきます。で、それが配分をもらえるかどうかというのは別問題であって、配分が来なければそれは苦しくなります。配分が来れば、チャラがむしろプラス。全体としてはプラスというふうに考えている。こんなわけですね、もう、思った通りのストーリーに
なってるんですけれども、私が言いたいのはですね、みんなそれでこう日本株が上がってくると、いや、やっぱり株ですよって言って、それは間違いではないです。ただ、もっとマクロに目を向けると、アメリカ株がいいよねとか、実はあの株はこうなんだとか、ね、どのタイミングで、例えばユーロ売ってたのを円売り、まあドルは買い続けることです。まあそういうこのタイミングはどうなんだというふうに、我々は助言ができますので、まあ興味がある方はですね、詳しいことを知りたい方、あるいはタイミングを知りたい方は、弊社ですね、会員サイトを覗いてみてください。今月も頑張っていきましょう。以上です。